マコマナイ駅は北海道札幌市南区マコマナイ17番地にある札幌市交通局南北線の駅である。駅番号は N16。札幌市営地下鉄南北線の北24条駅、東駅間開通と同時に設置された駅であり、開業以来南北線の南側の終点としての役割を果たしている。百七十二年に開催された札幌オリンピックでは、 当駅がメイン会場への最寄り駅として利用された。南北線の南平西駅当駅間は、上山系鉄道線の廃線後に札幌市が買収した廃線後の用地にシェルター付きの高架線として建設された。上山系鉄道の真駒内駅よりも南側に位置し、当駅南側の対比線は、上山系鉄道の緑が丘停留場の跡地である。真駒内は、 アイヌ語のク・オマ・ナイが由来で川の名がそのまま地名となったと言われている。駅スタンプは、マコマナイ駅のイニシャル M の中に、マコマナイ屋外競技場が描かれている。ン面には命名権を抜いた、マコマナイオープンスタジアムと記されている。一面二線、島式ホームの高架駅。駅舎は南北に細長い。二階にはホームがあり、一階には、券売機。 北改札口、南改札口があるほか、北海道キオスク運営の売店と、セブンイレブン定期券販売所、まこまないバス発着場が設置されている。バス路線については口述する。開業当初は1番ホームが、校車専用ホーム、2番ホームが、乗車専用ホームとして区別されており、麻生方面から1番ホームに到着した電車が、回送列車として、 南側の留置線まで引き上げ、2番ホームに入線する、形で折り返していた。1996年11月1日からは、麻生うの点鉄機から空いているホームに入り、ホーム上で直接折り返す方式に変更されている。ただし、麻生うの点鉄機が工事のため使用停止されていた2005年7月1日から2006年11月30日は、 開業当初の折り返し方法が使用された。ホームと改札口間にはエレベーターが設置されている。また、南北線の地上駅では唯一上下両方向のエスカレーターが設置されている。駅の出入り口は西側にのみ設置されている。開業当初は、改札口は北側の一箇所のみだったが、1996年から1999年に、 大規模改良工事を行い、ホーム南側にエスカレーターと南改札口が完成した。先に存在した改札口は北改札口となり、売店や切符売り場トイレなども移転し、南側にもバスの待合室が設置された。南北線の駅では唯一切符売り場と改札口に発車表がある。乗り場札幌市交通局によると、 2019年度の1日平均乗車人員は12,553人。西から見た駅駅の東側には南北に伸びる丘陵があり、人火はない。南側には森土の上にコンクリートで覆われた留置線があり、その先には上山系鉄道線の廃線跡が道路沿いの細長い林になって伸びている。駅の西側は平岸通りに面しており、 南区役所をはじめとする公共施設や大規模な団地が整った郊外タウンとなっており、地下鉄のシェルターに張り付くように団地群が形成されている。近くのマコマナイガウガンの平地のほか、左岩の丘の上まで住宅地が造成されている。当駅の西にある北海道立マコマナイ公園は1972年の札幌オリンピックでメイン会場となった。 商業施設への規制が厳しい地域であるため、駅周辺に目立った商業施設は少なく、大きな商業施設はここからバスで10分ほどの五輪大橋周辺に集中している。まこまないバス発着場1から14番乗り場は1972年11月11日に、共用開始したまこまないバス発着場。駅施設を挟み南側1から5番と、 北側6から14番に分けられ、両側にバス待合室が設置される。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行地便を除く発着本数は、バス発着場、路上停留場を合わせて1052便。2020年4月1日現在、路線詳細は事業者記事を参照。ありがとうございます。